毎回さまざまなお題を縦横無尽に語る略声ラジオ第59回目の今回はお題高橋惟喜よ、映画Gさんず初めての強盗、朗読天狗から超能力を教わった少年、以上3本でお届け。高橋惟喜よの人生に迫ります。皆さんこんばんは、白菜です。白菜ラジオ第59回目ですね。なんと60回目前です。はい。で、またですね、まあ小話ですけど、ついこの間ですね、地元の駅の近くに猫カフェがあるのを発見しまして、なんか猫の看板というかなんかあるなと思ってたんですけど、そんなに気にしてなくて、なんかペットショップかなと思ってたんですよ。なんかずっと、なんでかね、もうそもそも私の中でそこに猫カフェがあるわけがないぐらいのことを多分思ってたんでしょうね。おそらく思い込みですよ。もうそれは思い込んだらもうそれはもうそういうふうに見えませんから。で、ただこの間ふと見たら、あれこれ猫カフェじゃんと思って、もう気づいてしまったからにはこれ行かないわけにはね、行かないわけですよ。で、ただですね、これはちょっと前倒しで撮ってるので、これを撮っている今この段階ではまだ行っておりません。しかし公開された頃にはおそらく行ってると思います、猫カフェに。どんな感じなんですかね。ちょっと感想、まあ、実際に行ってたらね、行ってたらというか行ったら、また別のところでというか、また、多分ラジオでしょうけど、ラジオでどんな感じだったっていうのをちょっとね、言おうかなと思います。はい。では、お題の方に入りたいと思います。高橋惟喜よですね。彼はですね、日露戦争ですごくこう、まず、名を上げてというか、まあ、活躍をして、で、その後、内閣総理大臣とかにまでなった人ですね。日露戦争の時はユダヤ人の富豪であったですね、ジェイコブ・シフという人と親交を深めてですね、戦費を調達したと。で、この人、内閣総理大臣とかまでやってて、日銀総裁とかまでやってるんですけど、実は奴隷も経験してるっていう、本当にすごい人生を歩んでいる人です。で、今回はですね、高橋惟喜よ本人が書き残した日記とかメモとかね、それをもとに、まあ、こう、口述して、で、それを文字起こしした、高橋惟喜よのね、その自伝みたいなものがあるんですけど、これを、元にですね、お話をしようと思います。ちなみにその自伝が出たのがですね、昭和11年の2月9日。なんと226事件で暗殺される17日前だったんですね。惟喜よはですね、安政元年1854年ですね、江戸幕府のお抱えの絵師川村正右衛門というですね、人のところに生まれます。で、生まれてすぐですね、仙台藩の足軽であった高橋家に里子に出されます。で、子供の頃からですね、結構こう、面白い人で、彼がですね、後にこう、いろんな困難が、まあ、あるんですけど、それを乗り越えられたのは、自分はまあ、運がいいというふうに思い込んでいたからだというのがあって、で、なんでじゃあその思い込みができたかという、それがですね、子供の頃のエピソードにあって、まずですね、3歳の頃に、子供の遊び場になっていたですね、仙台中屋敷の北東にあった稲荷の祠。ここにですね、藩主の奥方が参詣するという知らせがあったと。で、当然まあ、ね、藩主の奥方なんで、他の人たちはですね、みんなこう、祠の周囲からこう離れて、まあ邪魔しないようじゃないですけど、っていう風にですね、こう、みんないなくなっちゃうんですよ。ところが、惟喜よ一人だけ、神殿の後ろに取り残されてしまってですね。
で、奥方がこう拝殿に上がってですね、来たところで、神殿の後ろから堀清が出てきて、もう3歳だからまあね、そんななんかこう藩主の奥方だとかあんま関係ないんですから、その着物を掴んでですね、おばさんいいベベだって言ったらしいんですよ。ベベっていうのは着物ですね。もうこれ大人が聞いたら震え上がるような話なんですけど、まあその奥方はですね、そのこれ今日見て可愛い子だね、どこの子だろうねって言って、まあ言ってこうあやしてるというかしてたら、そのまま奥方の膝の上にこう這い上がってきてしまって、でその日の夜にですね、高橋家に使いが来るんですよ。奥方様が明日あのこれ今日をね連れてくるようにとおっしゃっているというふうに来て、で父親はですね、これは大変なことだぞと、もうお叱りを受けることに違いないというふうにして、こう恐る恐るですね、翌日行くと奥方は大喜びでですね、なんと逆に お叱りを受けるどころか、いろんなこう品物をですね頂戴して帰ってきたと。で周りの人たちはそれを見てですね、高橋は幸福者だなというふうに、まあ、言ってですね、羨ましがられたわけですね。で、この幸福者だっていう、その、いろんな人たちが言ってる評判が、これ清の耳にも残っていて、で、素直にそれを受け入れて、あ、自分は幸福者なんだっていうふうに思うようになったと。で、さらに5歳の時ですね。子供なんで、まあ、走り回るじゃないですか。で、走ってて、道を走ってた時に転んでしまったと。そしたら、その時に騎馬武者がこう、走ってきてですね、これ清、踏まれるんですよ。あ、死んだって思うじゃないですか。馬なんかに子供踏まれたら。そしたら、なんと、無傷で、羽織のですね、門の上に馬のひずめの跡があるだけで、本人は無傷だったんですよ。で、この時も、高橋の子は運がいいな、この子は本当に幸福な子だっていうふうに言うわけですね。それもまた、これ清の耳にこう、入るわけですね。で、ここでも彼は、子供の頃のこう、ある意味刷り込みみたいなもので、自分は運がいいんだと、幸福者なんだっていうふうに思い込むことが、いい意味で思い込むことができて、だからこそ、これからね、いろんなこう、窮地とか困難がまあ、待ち受けてるわけですけど、それをですね、前向きに乗り越えることができたというふうに本人は言っているんですね。で、ある時ですね、これ清が住んでいた仙台屋敷に、大原新太夫という人物が赴任してきます。で、彼はですね、こう、時流にも明るくて、藩内からですね、イギリスとかフランスとか、まあ、要は、西欧とか、そっち側の学問をですね、する若者を横浜に出さなきゃいけないと。さもないと、時流に取り残されてしまうぞ、というふうに考えてですね、顔なじみになったこれ清と、あと鈴木六之助。この人は、後のですね、日本銀行出納局長の鈴木和夫ですね。その二人を横浜に出すんですね。で、これがきっかけになってこれ清は英語を扱うようになります。で、その後本格的にこう、英語の勉強をしに行く機会をですね、得てですね、他の何人かと一緒にアメリカに行くんですよ。そこでは、まあ、ホームステイのような形で、バンリードという人の家に厄介になることになります。で、当然、本人は英語の勉強をしに行ってるわけですから、そのつもりで、こう、いろいろ接するわけですけど、最初、まあね、最初こそ、よく来たね、みたいな感じで歓迎してくれたけど、徐々にですね、こう、なんか、召使いというか、そういうような扱いになっていって、勉強するような時間がもうないと。で、これ今日は怒ってですね、約束は違うじゃないかと。もう俺は働かないぞって言って、何言われても言うことを聞かなくなってしまうんですね。そしたら、バンリードの方から、わかったと。じゃあ、オークランドにいる若い夫婦が、すごい親切でね。で、ご主人は普段サンフランシスコで銀行員をしていて昼間いないと。で、昼は奥さんが暇だから、勉強を教えてくれるって言ってるけど、行くかって言われて、なるほど、そういうことなら行ってもいいというふうに応じてですね、行くんですね。で、その後ですね、バンリードに役所に呼ばれて、ここに社員にサインをしてくれと。
いうふうに言われるんですよ、書類に。で、内容がまあよくわからなかったっていうのもあったみたいなんですけど、ろくに確認しないでですね、よって言ってこうサインしてしまったんですって。そしたら、それが、なんとですね、これ今日3年間の契約で買ったっていう契約書だった。要はですね、これ今日が知らない間に奴隷契約がなされていたわけですよ。で、本人はそれに気づかないでサインしちゃったわけです。で、これは大変だというところで、仙台藩のですね、富田鉄之助という人に相談して、なんとかこう、奴隷の身から解放されてですね、日本に戻ってきます。この時15歳ですよ、まだ。で、その後戻ってきてですね、学校のまあ英語教師、まだね、当時そんな英語がこう、ものすごく使えるっていうのも、人もそんなにいなかったんですから、英語の教師としてですね、働き出すんですけど、芸者遊びを覚えてしまうんですね。そして学校も欠勤しがちになると。しまいにはですね、芸者のあの長襦袢を着て、桟橋の上でこう、酒飲んでるところを他の教師に見られてしまって、あ、もうこれは学校にはいられないなというふうに、これ今日自身が判断して、もうすぐに辞書を出してですね、辞めてしまいます。で、その後、馴染みの芸者のところにですね、引き取ってもらうんですけど、まあ、厄介者扱いをされてですね、で、箱屋っていうなんか、こう、芸者にお供し、三味線とかを運ぶっていう、そういうね、職業があったみたいなんですけど、そういうのもやったりとかしてます。で、ただまあ、それをやりながらも、これはいかんな、というふうに思って、なんとかしなきゃいけないと思っていたときにですね、岡田万次と、いう人がいまして、その人とまあ維新、明治維新の前にですね、横浜で知り合った人物なんですけど、その人と再会をしてですね、今度唐津藩で英語学校を作って、そこは教師を探してるからやってみないかというふうに言われて、そこで英語教師を始めます。その後は大蔵省でまあ翻訳の仕事をしたりとか、文部省に入ったりとか、学校の校長をやったりとか、相場に手を出してみたりとか、本当にね、こう、ありとあらゆることをやってるんですよ。で、その後、新しくできたですね、農商務省というところの所轄事務の中に、発明専売商標登録保護の規定の仕事があって、それに抜擢をされてですね、初代特許局長、現在の特許庁の長官ですね。それになります。明治22年、1889年ですね。その頃には、農林学校校長をですね、兼務していたんですけど、その頃にですね、ペルー銀山事件というのが起こります。で、これで失敗してですね、もう無一文になってしまうんですよ。で、まあ無一文というか無一文に近いというか、その状態になってしまって、もう田舎に引きこもろうって言って、引きこもっちゃうんですね。で、そのペルー銀山事件というのがどんなものかというと、田島春夫理学博士という人がいて、その人の報告をもとにですね、南米のアンデス山でですね、一大銀山を経営しようっていう話が持ち上がるんですね。で、日本の代表として、これ今日はペルーに行きます。スペイン人のヘーレンという人と共同経営のような形でですね、交渉を重ねていって、で、協議はまとまってですね、あとは正式な調印を交わすのを待つばかりというところまで行きます。ところがですね、その直後に、実はその銀座はもう掘り尽くされてしまっていたということが判明するんですね。これは、まあ最初に派遣された田島春夫の調査不足ということで、ペルーのですね、鉱山学校にあった雑誌を英語で読み聞かされたと。それをそのまま翻訳して報告書として送ってしまったんですって。で、自分で要は調査してないんですよ。それ自体を。とんでもない話ですけど。まあ、それでね、進めてしまったっていうのは、これ、起用にも、責任がというかなんというか、まあ、あるのかもしれないですけど、ちょっとね、まあ、ひどい話ですよね。
で、そうなってしまうと、まあ、交渉は当然決裂してしまって、なんとかですね、ゴレキョウが収めるんですけど、そのために立ち上げた会社の株主にも、ゴレキョウはなっていてですね。で、自分の持ち株の未払い分を家の売却とか、あと手元のお金を足して、なんとか後始末をつけるんですけど、その結果、ほぼ無一文状態になってしまうと。で、世間ではですね、誹謗中傷の的になってしまったゴレキョウだったんですけれども、事情を一応知っていた人がいて、それがまあ、西郷嗣道とか、品川彌次郎とか、松方正義とか、そういったまあメンバーでですね、その人たちがまあちょっとこれは気の毒だろうということで、その時の日本銀行の総裁であった河田小一郎、この人に話をしてくれたことで、その河田と話す機会を得ます。で、これ今日は河田と会ってですね、河田に促されて、まあ、ペル事件のことは、まあ、聞いたと。まあ、君がすっかり後始末をして、悶着の種を残さなかったのは立派だったと。私が君の立場だったとしても、まあ、そこまでが精一杯だっただろうと。よくやったよ、というふうに褒めてくれるんですね。で、そこでまあ、そういう能力の高さを買ったのか、河田から、実業界入ってみないかというふうにまあ、誘われるんですけど、これ今日はですね、それまで、そういう仕事はしたことがないんですね。なので、本当にもう、本当の下っ端からで、いいと。そこから、こう、育てていただけるのであれば、という条件のもとで話を受けます。それが、明治25年、1894年の4月です。その後ですね、2回ほど河田と話す機会があるんですけど、その時に、山陽鉄道の社長の椅子が空いたからそこに入る気はないかというふうに言われるんですね。だけど、これ今日はですね、私は実業界に転じるにあたっては、まあその本当の下っ端からずっとこう叩き上げでやんなければいけないと思ってると。しかも、鉄道の知識も経験も何もないと。だから、社長として過ちなくやっていけるっていう信念が持てない。もし万が一その職を恥ずかしめるようなことがあっては、推進者である河田さんにご迷惑をかけるばかりじゃなくて、私自身も信念なくその地位に座ることを両親が許さないと。だから、どうせまあ推薦してくださるのであれば、やっぱりこう、ね、一番下っ端からお願いしますと、いうようなことを言ってですね、もう考えもせずにその場で断ってしまうんですね。で、さすがにこれを聞いた河田はですね、うん、なるほど、大したやつだと思いつつも、そこまで堅くなにならなくてもいいんじゃないのかっていう、まあその半分半分のね、ような気持ちで。じゃあ、例えば、君は私が玄関板になれって言ったらそれでも引き受けるのかねというふうに言うんですよ、これ今日に。そしたらこれ今日はもう、喜んでやらせていただきますよというふうに即答するわけです。そしてですね、5月の半ば頃になって、川田から、銀行の新築を今やっているんだけれども、そこの建築所というのがですね、総監督は安田善次郎さんだと。で、その下で、辰野くんという人が、技術部の監督をしていると。で、そこの事務部というのがあるけど、そこの支配人をやってみる気はないかと。ただ、まあね、その河田が聞いたところによると、この辰野というですね、人は、かつてこれ教が、唐津で、教えていた、まあ、生徒だったと。元生徒ですね。そういう、まあ、関係だけれども、その下で働くことになるけど、それでもいいかと、いうふうに言われるんですね。で、ちなみに、この総監督の安田善次郎さん、という人なんですけど、この人はですね、すごい人です。安田銀行というのをまあ作って、これが今のですね、みずほですね。みずほファイナンシャルグループのまあ元になったもの。それから、損保会社。今の損害保険ジャパンというやつ。あとは明治安田生命ね。そういうものを作ったと。で、さらには、東京大学の安田講堂とか、あと日比谷公会堂とかね。そういうものも彼が寄贈している。で、なんかまあ当時というかですね、このお金に結構やっぱりうるさい人だったらしくて、主戦道とかなんとか言われてたらしいんですけど、
まあ一方でですね、まあ確かにそういう、まあ主戦闘って言い方が正しいかどうかはともかくとして、まあ結構お金にシビアだった。ただ、今言った通り、その日比谷公会堂とか、ね、安田講堂とかっていうものを寄贈してるんですけど、名声を得るためじゃないからということで、匿名でやっていたと。だから、彼が生きていた時は、それがですね、広まってなかったんですよ。で、死後に、あ、そうだったんだっていうことが、まあ、分かったと。そういう一面も持っていた人です。ちなみに私は一時ですね、この安田伝次郎が、競馬の安田記念ってありますね。東京1600メートルのレースがあるんですけど、それの人というふうに思ってたんですが、違います。一応、安田記念の方の安田さんはですね、安田伊佐衛門という人で、この人は、元日本の陸軍の大尉ですね。で、衆議院議員とかもやった。日本中央競馬会の理事長とかも務めた人です。なので、まあ、同じ安田という名字ですけれども、全く違う。まあ、二人ともすごい人というところではね、一致してるんですけれども。はい。で、先ほどの通り、まあ、元生徒だけれども、それでもいいかというふうなことを言われて、これ今日は、まあ、そんなことはもう気にしませんと、全く。喜んで働きますよ、というふうに答えて、6月1日から日本銀行で働くことになります。そして、その後、明治26年、1893年の9月1日、これ今日は40歳の時にですね、日本銀行の支配役に取り立てられます。で、同時に、西部支店長にもなると。その後ですね、42歳で横浜商銀銀行本店の支配人となります。そしてですね、明治32年、1899年の1月末にですね、これ今日は46歳の頃ですね、この時に日本銀行の川上、鶴原、この一派とですね、総裁である山本、そこの不仲からですね、まあ亀裂が生じてしまって、それを正すためにですね、山本を辞任させようっていう流れが出てくるんですね。で、これ今日は松方大蔵大臣のもとにですね、訪問して、日本銀行は我が国の中央銀行だと。イギリスで言えば、英蘭銀行に等しいものだと。その日本銀行で、理事や従業員が政府任命の総裁に反対して、いわば業務を放棄したと。その結果、政府が総裁を取り替えるようなことがあったら、海外の人たちはこれを見て、日本銀行をどう思うでしょう。もし時の総裁に捨て置きがたい過失があるのであれば、従業員の業務放棄とは関わりなく、政府は総裁を罷免すべきだと。しかし何ら過失がないにもかかわらず、行員たちの感情から総裁敗訴ということになって、政府がそれらの意見を入れてですね、総裁を辞めさせるのでは筋が通らないと言って、松方を説得します。でさらには、井上馨とか、桂陸軍大臣、山形有朋、山形総理ですね、当時のところにも訪れたと。で、こういろいろ言うわけですね。そうやって説得をするわけですよ。で、その会があって、山本はまあ、そのまま背負われることになるんですね。で、その後ですね、総裁と理事一人では日本銀行の重役会が成立しないと。副総裁を置く必要が生じたから、君が副総裁になれというふうに松方に言われてですね、いやいや、ちょっとそれはっていうふうに辞退するんですけど、もう内閣で決定したって言われてですね。で、仕方なく、まあそれを承認して、日銀副総裁となります。そして、いよいよですね、明治36年、1903年の12月、日露戦争が迫ってきます。政府はですね、この時ロンドンで2隻の軍艦を買い入れることにしたんですけれども、商銀ロンドン支店の手違いでですね、その代金の支払いができなくなってしまって、これなんとかならないのかというふうな話が出るんですね。で、その相談を受けて、
これ今日はですね、講師の資格において約束姿を振り出して先方に渡すというような方法を提案して、これでこの事態を解決します。で、この時、買った2隻の軍艦が日清と春日という軍艦ですね。実はこの2隻の購入に関してはですね、日露戦争の時に、明石元次郎大佐というですね、スパイ活動を行っていた人がいて、まあ、こう、ロシアの中で反乱分子に、こう、うまく金を渡したりとかしてですね、中からこう、まあ、混乱を起こしていたというようなね。表だってそんなにこう、なんか、なんだろう、戦場で戦った人に比べると目立たないんですけど、すごくまあ大きな活躍をした人がいてですね。で、この2隻は、実は明治36年12月にですね、イギリスのギブス社というところから、イタリア・ジェノバで建造中のアルゼンチン巡洋艦2隻を153万ポンドで買わないかというふうに言われたんですね。で、海軍はですね、予算がないからっていうことで断るんですけど、この2隻、当時のですね、最先端の性能を誇っていたわけですよ。で、日本とロシア、両方の主力艦も凌駕する能力を持っていたと。そこで、でもまあお金ないしなというところだったんですけど、この2隻をですね、ロシア側が購入を計画しているっていう情報が海軍に伝わってきてですね、それはまずいということで、日本側は態度をもう180度変えてですね、小村寿太郎ですね、同じ12月23日に、林中英公使にですね、153万ポンドの言い値で購入せよというふうに言って、で、30日に、その林中英公使がですね、ロンドンでアルゼンチン側との契約書にサインをします。そこで危うくロシアの手に渡るのを防いだわけですね。で、この契約書サインの前日の29日、その日に、これ今日は大蔵大臣に呼び出されて、先ほど言った相談を受けていたわけですね。もしこれが購入できていなかったら、と思うと結構ゾッとする話で、後にですね、艦隊の作戦参謀だった秋山実之中佐という方がいますけど、その人がですね、日本が主力艦12隻をすべて戦線に出せなかったら、勝敗はどうなっていたかわからないと。日清春日この2隻がなかったらと思うと、私は今でも戦慄せざるを得ないというふうに、言っているので、本当にもしこれがロシア側に渡っていたら、日露戦争の結果は変わっていたという可能性もあったかもしれませんね。そして明治37年、1904年の2月8日に日露戦争が勃発します。これ今日はですね、この時に井上と松方、この二人の元老にですね、日銀副総裁の資格において、外債募集を任されます。そこでこれ今日はまずですね、横浜の出港の船ですね。船で、アメリカに行きます。ニューヨークに直行して、3、4名の銀行家にですね、こう面会して様子を伺うんですけど、当時はですね、アメリカはまだ日本に対してそんな反日感情がなかったので、戦争そのものに関して、日本に対して結構同情心があったんですよ。だけどまあこの時代のアメリカはですね、まだ自国産業の発達のために外国資本を誘致しなければならないという立場だったんで、外国公債を発行するのは経験も乏しいということで、ちょっと難しいということで、これ今日は3月の初めにですね、今度はロンドンに行きます。で、ロンドンに到着して、イギリスの公債1000万ポンドを募集したいというふうに交渉をするんですけど、まあ日本に対してですね、こう同情はあっても、日英同盟もね、もう結んでますし。だけど、交際の発行はちょっと容易ではないだろうという反応だったんですよ。だけども、その後ですね、パンミュール・ゴールドン商会というところの、レビタという人の紹介でですね、あの有名なロスチャイルド家を訪問して、そこで懇意になってですね、一番、末の弟のアレフレッド・ロッシャイルド。またなんかこれがいかにもな名前ですね。その人と最もこう親しくなって、その
つながりでですね、ロシャルド家と並び称される金融業者のサン・アーネスト・カッセルという人とも交際するようになります。ただまあ、二人にはですね、その、交際と交際でちょっとややこしいですけど、二人には交際の話はせずにですね、ロンドンとかパリの経済状況の話を聞くというふうに、とどめるんですね。で、いろいろまあ、こう条件をですね、出して、間違えました。銀行のまあ、形とですね、こう交渉を重ねていった結果ですね、4月10日頃になって、銀行業者たちが、こういろんな条件を、まあこれだったらということで条件を出してきます。で、それをですね、日本政府に電報で連絡をして、どうしますかというところで話をして、で、銀行側が出してきたその内容と、まあ、そのままではなくてですね、こう、条件を修正して、これで頼むというふうに言って、銀行家たちを説得するわけですよ。で、なんとか仮契約を結ぶところまでこぎつけたのが4月23とか4とか、それぐらいだったわけですね。で、なんとかですね、500万ポンドまでは確保できたと。ただ政府の希望は1000万ポンドなわけですね。あと半分残ってます。それをどうしようかというふうに思っているところにですね、これがまた幸運ですよね。この幸運としか言いようがないような話が舞い込んできます。昔ですね、日本に来ていたボレキオの友人であるヒルという人が仮契約を結ぶところまで、まあ、こぎつけたということを聞いてですね、夕食に招いてくれるんですね。で、その時そのヒルの上で、米国人のシフという人物を紹介されます。このシフという人はニューヨークのクーンロエブ商会の首席代表者。そしてこの人物がジェイコブ・シフです。で、そのシフとですね、食卓で、隣に座ってですね、こう、日本の経済状態とか、まあ、開戦後のね、その、国民たちはどういう気持ちでいるんだ、みたいな、そういう話をね、細かくこう、聞いてくるんですよ、シフが。で、これ今日はその一つ一つに対して、できるだけこう、こうであれっていうふうに丁寧に対応すると。で、その上で、まあ、いろいろあって、ようやく500万ポンドの、交際発行について銀行と、仮契約までできたということを言ってですね。ただまあ政府から1000万ポンド募集を申し付けられているから、どうしようと思ってるみたいなことを言うんですね。でも別にそこで、じゃあ俺がみたいな話になったわけではないんですよ。その翌日です。パース銀行のシャンドという人がコレキオの元にやってきてですね。パース銀行の取引先の銀行家で、ニューヨークのクーンロエフ商会のシフという人がいると。で、その人が、日本の交際残額500万ポンドを自分で引き受けて、米国で発行したいっていうような希望を持ってるんだけど、あなたはどう思うか意見を聞かせてほしいということで言ってきます。で、これにはさすがにコレキオも驚くわけですけど、ただまあ、ロンドンの銀行家たちがですね、仲間に参加しても差し支えないというのであれば、依存はないですと言って話を進めてもらいます。そして、この第1回の交際募集が見事1000万ポンドをちゃんとですね、獲得して、大成功に終わるんですね。で、その後、5回まで、第5回まで交際発行が行われるんですけど、まあ、その後もジェイコブ・シフの助けもあってですね、すべてを成功させています。で、さらに面白いのがですね、4回目、この3億円の交際募集をしたときに、こういうエピソードがあります。先ほどのシフのおすすめでですね、ドイツのワーバークという人物に電報を打って、ドイツで1億円だけ引き受けることは可能かっていう意味の紹介をするわけですね。そしたら、ワーバークがですね、その電報を受け取ったのが、なんとハンブルクのヨット協議会に参列して、ドイツ皇帝が一緒にいる場所だったんですね。いた時だったんです。で、その船には、他にもですね、中央銀行総裁とか、ベルリンの財界巨頭もまあたくさんいてですね。で、ワーバークがその電報を受け取ってみんなに披露して、どうですかということで皇帝陛下にですね、こう、意見を伺おうとしたところ、皇帝がですね、即座にやってやれって一言言ったらしくて。で、すぐにですね、ワーバークから承諾っていう返事があったんですって。これも、なんかコレキオのこの運の良さ
なのかなというふうに思います。で、一応ですね、コレキオのその、この自伝そのものはですね、そこで終わってます。ただね、その後、日銀総裁になったりとか、あと7回もですね、増税をやったりとか、内閣総理大臣も2度やってます。226事件で暗殺されるまで83歳ですね。で、人生を終えるまで、本当にこう、いろんなね、ところで、本当に激動の時代だったと思うんですけど、日本がね。その時代を駆け抜けたというところですね。で、昭和になってですね、まあ、これはちょっと歴史の話になってきちゃうんですけど、こう、統帥権甲板問題とか、まあ、そういろいろあってですね、軍部が、まあ、それを抑える人がいなくなってしまってたっていうのもあるんでしょうけど、あとはその、憲法の穴というか、まあ、それが統帥権甲板問題ってやつなんですけど、まあ、そういうのもあってですね、軍部がまあ政府の言うことを聞かなくなってきてしまっていた時も、コレキオはですね、増税として、軍事予算に歯止めをかけて制御しようというふうに、まあ、努めていたんですけど、まあ、それもあってなのか、226事件でですね、暗殺されてしまうわけですね。まあもう83歳だったので、どこまで頑張れたかどうかわかんないんですけど、この時もしコレキオが生きていたら、またちょっとね、その後の展開が変わったんじゃないかなというふうにも思うんですよね。本当に。この人はね、まあ私の尊敬する人の一人ですけど、非常にこう、なんか、この226事件で暗殺されてしまったっていうのがすごく悔やまれる人ですね。生きてればっていう、なんかそういうふうに本当に思います。これ今日が生きてたら、あの消費税増税だとか、なんかわけわかんないことをなんかまた言ってますけど、バカ言うんじゃないって多分言うと思いますけど、この人なら。はい。ということで、本当にね、こう、すごい人生を、奴隷から内閣総理大臣までやった人っていうのも、多分、いないと思うんですけど、まあ、少なくとも日本では、そんな人はこの人だけでしょう、おそらく。はい。ということで、今回のお題は、高橋コレキオについてでした。はい。では、今週の映画です。今週は、ジーサンズ。初めての強盗という、コメディですかね。映画ですね。これね、じいさんズって要はあの、おじいちゃんのね、じいさん。それの複数形でじいさんズです。で、もともと、1979年に、お達者コメディシルバーギャングっていうなんか映画があったらしいんですけど、それのリメイクです。どんな映画かというところなんですけど、その前に、初めての強盗っていう、このサブタイトルみたいのがね、初めてのお使いみたいななんか、ノリですよね、これ。で、まあ、どういう映画か、それはともかく、どういう映画かというところなんですけど、勤めていた企業がですね、合併で、それが原因でですね、電気をまあ打ち切られてしまう、ですね。で、打ち切られてしまうことになってしまった三人の老人。その三人の老人が主人公。で、うち一人はですね、持ち家のローンとかもあって、こう、なんとかお金を捻出しなければいけないんですけど、例えばまあ、まっとうに考えればですね、今からこう、ビジネスを起こすとか、そういうこともあるわけですけど、まあ、そんなことやってる時間もなければ資金もないと。何しろその、家をもう差し押さえますよっていうのが30日後みたいな状況なんで、時間もないわけですね。で、そんなある日ですね、三人のうちの一人のジョー・ハーディングがですね、銀行に行った時に銀行強盗に遭遇します。で、こう欲しいものを持って去っている強盗のことがですね、ずっとこう頭に残っていて、誰も死に出さないんですよ、その時。お金だけね、持ってって強盗が去っていくわけですけど、それがずっと頭に残ってて、これはもう俺たちもやるしかないだろう。は？何を？銀行強盗やろうって言い出すんですよ。
ただ当然ですね、普通に働いてきた3人なので、その強盗のですね、経験なんて当然ないし、知識もないわけですね。じゃあどうしようと言ったところで、とりあえずなんかリハーサルだみたいなことで、スーパーにですね、万引きしに行くんですよ。これがまたね、万引きダメなんですよ。ダメなんですけど、なんかこう、ちょっとこう、微笑ましいというか、なんというか、いやいや、それはダメだろ、さすがにっていう、そのやり方じゃダメだろ、みたいなね。そういうなんか、ちょっとこう、まあ、コメディなんで、そういうね、感じで、結局捕まっちゃうんですけど、それで。で、話にならんと。これはプロに教わるしかないだろう、ということで、このジョー・ハーディングのですね、元娘婿のつてで、とある知り合いを紹介してもらってですね、そこで、こう、強盗のイロハを教わるんですね、いろいろ。で、いろいろ、体をちゃんと動かせるように、体も鍛えろとか、ね、銀行のこういうところを注意しろみたいなことでいろいろ教わってですね、いざ、実行するわけですけど、で、その3人を演じているのが、モーガン・フリーマン、マイケル・ケイン、アラン・アーキン。役としては、モーガン・フリーマンがウィリー・デイビスという役で、マイケル・ケインが先ほどから出ているジョー・ハーディング。アラン・アーキンがアルバート・ガーナ。だからこの3人がですね、せっかく揃うなら、もっと別の世界観のですね、こう、渋い感じの映画も作れそうな、シリアスな感じの映画とかも作れそうな気がしなくもないんですけど、まあ、これは本当完全なるコメディーです。銀行強盗する映画ですけど、コメディーです。で、なんかね、その彼らの、その、銀行強盗をね、する、まあ動機というのもさっき言った通りなんですけど、別に必要以上にですね、その金を踏んだぐってやろうみたいな。もう国が悪いんだからもうたくさん金もらってもこの後大豪遊してやるみたいな。そういうことを考えてるんじゃなくて、望みはですね、自分たちがそのもらえるはずだったはずの年金、その分のお金を取り返すというか、それをいただくと。あとは、例えばこう、なんかこう、3人で集まるですね、カフェみたいなところがあって、そこでコーヒー飲んでですね、なんかパイを食べたりしてるんですけど、別にそんな高級なところとかじゃなくて、ジョー・ハーディングがですね、後で言ってますけど、こうまずいコーヒーだというような、まあ確かに、まあ半分冗談で半分本当なんだろうなっていう気がするんですけど、まあ多分あんまり美味しくないコーヒーが出るようなところで、まあ3人で集まってね、いろいろ話をしたりするような、そういう場所があって、まあそこで、例えばこう、好きな時にパイをね、食べられるように、まあその年金がもらえなくなってしまうということによってですね、もうパイを食べるのにもいちいちこう躊躇しなきゃいけないと。そんなのは嫌だと。真っ当に行きたいという、まあそれくらい本当にこう、まあ、些細なね、話ですよ。そこまで一生懸命働いてきた人が言うのであれば。っていうところで、まあ銀行強盗とは言っても、なんかちょっとこう、微笑ましいっていうか、まあ、可愛らしいというか、ある意味、こう、等身大の人間の、なんか真面目に普通に生きてきた人の望みというかね、別にそんなすごいものはいらないから、もう普通に生活させてくれみたいな、そういう感じですかね。まあ、年金の話っていうとね、こう、私たちもあんまり他人事ではなくて、もらえるのかもらえないのかっていうか、まあもらえないんだろうなと思ってますけど、まあそういう話なので、ちょっとそのあたりでね、他人事じゃないっていう、いやだから銀行強盗しようという話にはならないんですけど、ね、そういうところも、まあちょっとこう、気になってみたりとか、いうところで。でね、でも、捕まるんですよ、最終的に。捕まるっていうか、FBI が出てきてですね、話を聞く、こう、事情聴取をされることになるんですけど、まあでも、というところで、まあそれは映画をね、見ていただければなと思います。なんかね、役者さんがまあ、いいっていうのもあるんでしょうけど、
なんかすごくこう、穏やかに見られる映画です。あんまりなんか、なんだろう、評論家の評価は高くなかったみたいですけどね。この役者3人使って、コメディをね、やらせるっていうのは、しかもなんか、この程度の力だけど、こんなコメディをやらせるのはどうなんだみたいな、そういうね、評価もあったみたいですけど、私は結構好きですね。このタイトルもなんかいいなと思います。はい。というところで5点満点中 3.5 かな。はい。ということで、今週の映画はGサンズ初めての強盗でした。はい。では今週の朗読です。今週は天狗から超能力を教わった少年というお話です。江戸時代には行方不明になった子供が数ヶ月から数年後に家に帰ってきた事件が数多く残されている。神隠しとも呼ばれるこれらの事件は天狗が起こしたものと考えられた。しかし、神隠しにあった子供がその期間の出来事を語った天狗小僧虎吉の事例は貴重だ。江戸下や現東京都台東区に生まれた虎吉は、幼い頃から占いなどスピリチュアルなことに関心を持つ子供だった。ある日のこと、彼は丸薬売りの老人が売り物を入れた箱や敷物を小さな壺に収める現場を目にする。驚いたことに、最後は老人自身も壺に入ってしまった。翌日、老人は同じ場所に店を構えていた。虎吉がその一挙一動に目を凝らしていると、店じまいの頃に老人が言った。お前も一緒に来なさい。本人によると、最初は逃げようと思ったが、気がつくと例の壺の中に入っていたという。連れて行かれたのは、日立の国の南大岳という岩だらけの山。老人は天狗界のボスだったのだ。虎吉はそこで、武術、書道、神道、祈祷、まじない、お札の作り方を老人に学んでいる。虎吉はその後、修行で得た能力を活かし、盗まれた金のありかや、宝くじの当たり番号などを次々と言い当て、大評判になる。虎吉は、天狗界の音楽も演奏し、虎吉が作った笛や琴などの楽器は、将軍家にも届けられた。また、諸大名も、家臣を虎吉のところに使わせて、演奏を学ばせたほど、虎吉は江戸の有名人となったのだった。はい、というお話ですが。天狗の仕業じゃ、みたいなことですかね。神隠し。何かというと、天狗のせいにされるっていうのもね。まあ、神隠しにもまあ、こう、いろいろあるでしょうから。もしかしたら勝手に家出してた可能性とかもあるわけで。まあ、それ以外にもね、人身売買とかっていうのも、あったでしょうし。今、人身バンバンってなんか言いそうになって一瞬。ちょっとね、なんだそれって自分で思ってしまったんですけど。人身売買ですね。とかそういうのもあったでしょうし、まあどっか外国にっていうのもねあったでしょうし、いろんなまあその神隠しにもね理由があったと思うんですけど、ただわからないからとりあえずもう天狗のせいにしとけみたいなことですかね。なんか前悪魔の話をやった時にサキューバスでしたっけ、なんかこう、男と女の、ちょっと片っぽ、どっちがどうだったか忘れましたけど、その悪魔がいて、女性に対してはすごいイケメンの男として出てきて、男に対してはすごいこう、綺麗な女性の姿で出てくるみたいな。で、こう、ちょっとなんか、誘惑してみたいなね。で、女性が望まない妊娠をしてしまったら、あれはサキュバスの仕業だみたいな。何でもかんでも悪魔のせいにするっていうね。そういう時があったらしいですけど。それもまあある意味、俺じゃねえよって、まあ本人はね、
思うでしょうね。何でもかんでも人のせいにしやがってっていう。まあ、それと同じような感じですかね。天狗の仕業だっていうね。はい。なんかでもいいですね。いろいろ教えてもらえて。ちょっとそのまま天狗の世界に居続けなきゃいけないっていうんだったらちょっと嫌ですけど、能力を、教えてもらって、こっちに戻って来られるんならね、いいですね。もしあるのなら、なんか、嫌だな。なんかみんな鼻の長い人しかいないんですよね。天狗の世界ってことはね。完全になんか自分だけ浮いた存在になって、なんか指さされてね、まあ、人間だみたいなこと言われて。天狗もいろんな種類がなんかいますよ。と言ってもなんか普通の天狗とあとカラス天狗ぐらいしかわからないけど。でもなんかもっと何種類もいたはずで。で結構、妖怪としての位もね、高いですよね、天狗は。はい。ということで、今回の朗読は天狗から超能力を教わった少年というお話でした。はい。では最後にお知らせですが、7月の18日のですね、夜に生放送のテストをしまして、ちょっとまあその時はですね、もう前日の告知になってしまったこともあって、まあそれでもね、見に来てくださった方がいらっしゃいまして、本当にありがとうございました。で、次回は、まあ一応やってみて、分かったので、ただですね、ちょっとまあ、時間帯もあったのかもしれないですけど、だいぶ回線が不安定だったんですね。で、これ時間帯変えたらどうなるんだろうというところで、ちょっともう一回その状態は確かめたいなということが、ところがあって、なので、次回またテストなんですけど、8月の5日の午前2時。別の言い方をしますと、8月4日の26時。だから、まあ、土曜日の夜中ってことになるんですかね。はい。日付的には8月5日日曜日の午前2時。もしくは8月4日の26時。まあ同じ、時間を指してますけど、まあ言い方がちょっと違うということでね。はい。なのでまあちょっと土日仕事の方とかだと難しいかもしれないんですけど、まあ土日お休みであれば、ね、翌日休みであれば、ちょっとね、まあ皆さん、おそらくは夜行性の方が多いかなと思いますので、その時間に次回は、やりますので、またテストですけどね。で、そこでうまくいけば、お盆あたりにですね、夏ですから、また夏の、まあ、特別企画的に何かできればなと思っております。はい。それと、次の日曜日ですね。次の日曜日は、毎月恒例というか、朗読 BGM のですね、話が私の執筆作品になりますので、で、日曜日はですね、今年の2月にやったの闇に潜むものというお話の続きになります。内場警部と勝田刑事と、彼らがどういう風にね、その闇に潜む者たちと、まあ、対峙していくかと。いうところで、そちらをですね、楽しんでいただければなと思います。はい。ということで、ミャクさんラジオ第59回目ですね。今回はここまでとなります。ではまた来週よろしくお願いいたします。さよなら。